皆さんこんにちは、近藤です。今回のビデオでは襟のついたシャツをドレーピングでご紹介します。シャツのシルエットは当然時代やトレンドによって変化しますが、今回はタイトでカジュアルなデザインを作ってみたいと思います。襟や袖など初心者の練習にもちょうど適していますので、ぜひ皆さんもこのビデオを見てトライしてみてください。それではどうぞ。